スティル・コーナーズは2007年にイギリスで結成されたドリームポップユニット。米国テキサス州出身のグレッグ・ヒューズと英国出身のテッサ・マリーはロンドンの駅で出会い2007年にスティル・コーナーズを結成。さらにその他ではレオン・ダファシーやルーク・ジャービスも加わる。同年に自費でデビュー EP リメンバー・ペッパーを発表した。2010年に 英国のレコードレーベルであるグレートポップサプリメントからシングル Don't f a l l in Love を発表する。2011年に米国のレコードレーベルサブポップと契約した上でメジャーデビューアルバム Creatures of an Hour を発表し、All Music では5点満点中4点をつけ、本作からのシングル Endless Summer は CM やテレビドラマにも使用された。 2013年に2枚目のアルバムストレンジプレジャーズを発表前作より幅広い層から注目されて評価を受けた。本作からのシングルザトリップやベルリンラバーズは高い人気を博し、ファイアンフライズはピッチフォークによるベストニュートラックに選ばれる。レコードレーベルのサブポップと発展的解消した後、スティル・コーナーズは自社のレコードレーベルレッキンライトを立ち上げした。 それからロンドンからイングランドの海岸沿いに移って2016年に3枚目のアルバムペッド・ブルーを同レーベルから発表。その後米国へ渡り2018年に4枚目のアルバムスローエアーを発表する。2019年には欧州やアジアでは東京、香港、台北などでツアーを行った。ありがとうございます。